はい、今回はバッシュのパフォーマンスレビューを行ってきたと思います。対象となるシューズはこちら、アンダーアーマーのアナトミックスポーンですね。こちら1の方です。はい、サイズがですね 27.5cm で、重さが 382g です。以前ね、レビューはしたと思うんですけど、パフォーマンスレビューで評点点数つけてなかったんで、またこちらのシューズの方もちゃんと点数化して、やっていきたいと思います。はい、まず、早速いきたいと思います。フォアフットクッションですね。フォアフットクッションは、10点満点中8点です。このね、アンダーアーマーのマイクロ G っていうクッショニングシステムですか。これは非常にいいですね。はい。感覚的に言うと、ナイキのルナロンに似てますね。こう、ムチッと入る感覚。それが私、非常に好きです。で、こう、なんでしょう。エアだとこうバンバンバンって弾いちゃうんですけど、まあ、バッシュ そのレビューするたびに私言ってるんですけど、もう、なんていうの、激しいクッショニングシステムだと、抑え込めきれなくなって、プレイしてると、膝の上がちょっと痛くなってくるんですよね。で、その点、ルナロンとか、このマイクロ G っていうのは、履いてて、そう痛くならないので、私はすごく評価が高い点数ですね。で、実際もうこれ、レビューしてるのが2015年の2月なんですけど、なんかコービー9とかも出てる時なんで、コービー9と比べるとやっぱりちょっと1点落ちるかなということで8点つけさせていただきました。2013年4年かなはコービー9をほとんど入ってたんですけど、たまにこちらも入ってましたね。その前はコービー9に出る前はこればっかり入ってましたけど。はい。で、次はリアフットクッションですね。で、リアフットクッションは10点満点中7点です。はい。で、なんて言うんでしょうね。クッションというよりも、このゴムの感覚に近いですかね。はい。なんかその私の、ちょっと感覚なんで間違ってたら申し訳ないんですけど、フォアフットにはそのマイクロ G を感じるんですけど、リアフットクッションには感じない。またはほぼ感じないといった方が正解ですかね。ただ、ポジションがガードなので、こう、まあ、フォアフットクッションにクッショニングがあることが私がとても大事にしているので、リアフットクッションはそんなにあんまり重要しないんで、これ実際にはよく履くんですけど、よく履いたんですけどね。こちらリアフットクッションは10点満点中7点とさせていただきました。で、あとこれですね、ちょっと履いちゃって汚いんですけど、トラクション&グリップで、これは10点満点中9点です。はい、これはよく止まります。はい、こう大胆にね、こうカットされて、で、このところは伝統的なヘンリボーンパターンなんですけども、こうヘンリボーンのパターンの向かってる角度がこう場所をこう赤と白で違うんですよね。で、これがなんか赤と白っていうか、その向かこの場所場所によって違うので、すごくよく考えられたグリップ性能だなと思います。あと、じゃ他のシューズのヘンリボーンパターンと比べて、このヘンリボーンパターンの間が狭いですかね。なので、すごくよく止まります。非常にいいですね。これ私好きなグリップですね。はい、続きまして、サポート&フィットは10点満点中、これも9点です。これもいいですね。はい。で、さっきも言ったんですけど、27.5cm で 382g なんですよね。で、その割に軽いんですけど、しっかりした剛性はありますね。サポートは強いです。で、一番最初に履いた時にはサポートが強すぎてって言ったらあれなんですけど、ちょっと辻踏むのところがちょっと痛いかななんて思ってたんですけど、足型に合わないかななんて思ったんですけど、2回目からそんなことなく順応性も高かったですね。あと、このヒールのね、収まり具合がいいですね。うん。この辺のクッションのこの厚さ的には、コービーナインほどではないんですけど、このヒールの収まり具合はいいものがあります。はい。ヒールカップっていうんですか。そんななさそうに見ますよね、これね。これでもいいですね。で、この辺のサポート、フィット感もすごく高いです。うん、これも9点ですね。はい。10点満点中9点と。で、続きまして、アザーズ。これも10点満点中9点ですね。非常にいいです。まず、
こう剛性サポートを損ないこのウェイトの軽さっていうのを特筆すべきものがありますね。あとですね、ベンチレーション、通気性もいいですね。もうここがメッシュなんですね。はい。で、もうここ、もう爪が見えると思います。ちょっと見づらいかな。もうちゃんとこの下にもう一枚なんか布があったりっていうか、その、なんでしょう、通気性のない布があるわけじゃないので、ベンチレーションも非常に高いですね。で、あとこう、なんでしょう、デザイン的なものも秀逸ですし、こういうギミック的なもの、こういう大胆にヒールカットしたりとかね、こういうメッシュの開け方っていうのは、初めた時にうわーすごいかっこいいなと思ったんですね。いや、かっこいいだけじゃなくて、ちゃんと機能的に落とし込めてるっていうのがまあ評価ですね。で、総合的にはですね、はい、50点満点中42点です。はい、ちょっとコービー9にはクッショニングの観点から一歩及ばないって形ですかね。でもすごくいいシューズですね。なんでしょう、欠点が少ないシューズっていうんですかね、まあリアフットクッションぐらいですかね。ほんとこう高次元でバランスの取れたシューズです。で今ね、現時点で撮影しているのは2015年の2月なんですけども、アルトミックスポーンは2が出てるんですけども、まあで2 の, ローカットの方はちょっと注文してあって、そのもうレビュー今度するんですけど、まあ、ちょっとこちらの方が上かなっていう感じしますね、1の方が。はい、今回ですね、パフォーマンスレビュー、アンダーアーマーのアナトミックスポーン1の、パフォーマンスレビューでした。はい、以上です。バイバイ。